皆さんこんにちは。今回は、新規で出た、この未来会議オーダーのキリトですね。これの、ライトマジックアビリティですね。バイタルアセンションの効果もついてるんですけど、前回、片手直剣の防御掛け2編成で固定値が弱いっていう、動画を作った気がするんですけど、あれ前回でやってたっけ？多分そうだよね。なんですけど、これは、バイタルアセンションとライトマジックどっちもついてるけど、これはどうなのかと、まあ、いう人がいまして、ちょっとそれ、ちょっとまあ、動画にしてほしいって言われたんで、まあ、なんか要望とか基本、受けないんですけど、やっぱ、俺直前に出した動画って本当に正しいのっていうところ、そう思う人がいると思うんで、ちょっとそれについて、まあ、話していこうかと思うんですけど、まあ、まず、まあ、これが強いか弱いかって言ったら、まあ、当然強いんですよ。まあ、ライトマジックはついてるし、でさらにバイタルアセンションまでついてるんで、普通のライトマジックだけのやつよりは強いですね。例えばそのクールウィッチシノンとか俺は持ってるんですけど、まあ、これは、そう、ライトマジック以外火力効果ついてないじゃないですか。まあ、最大 HP 強化効果はついてるんですけど、まあ、これと比べれば、まあ、強いですよね。ライトマジックに加えて、その他の防御上昇効果もついてる。さらに水属性のダメ上昇効果もついてるんで、まあ、そりゃ普通のライトマジックと比べると強いんですよ。っていうのをまず、一つですね。それと、この水属性強化効果ですよね。防御上昇効果と一緒についてるんで、当然防御掛け2の片手直剣編成でしか使わないじゃないですか。まずはその火力としては、その探検で使うとかまずないと思うんで、でその水っていうのが、なんだろう、今ほとんどの人っていうか、そのマザロザのフルバを当てた人はもうほとんどみんなこうそっち使うと思うんですよ。これスキル威力も高いし、アスナ2枚入れると、攻撃じゃないダメが 100% 伸びるじゃないですか。これがそのなんて言うんだろう、他の自然属性ありのフルバースト片手直径の防御掛け根のやつと比べると、自然属性ありのやつって例えば水ダメ 50% とかそれくらいしかなくて、でもう一つその敵のじゃない、自分のだっけ、なんか状態上スタックに応じてダメが伸びるみたいなやつなんですけど、これはアスナ2枚さえつければ 100% ダメージが伸びるということで、まあ、自然属性ありのやつなら弱点つけばさらにね、あ、弱点ついた分か、あれ他の確か防御掛け2の体直剣の、あ、これじゃないかったっけ、なんかそういうやつはあれか、自然属性 50% の効果ついてないのかな、弱点ついて 50% か。それとその凍傷だのなんだのっていう、状態上スタックに応じて上がるやつなんですけど、まあそのマザロザフルバに関しては、まあ、アスナ2枚条件があるんで、まあ、アスナの強いアビリティがなければ、まあ、ソードスキルが2枚その片手再建の覚醒2枚とか入れてこれを打つっていう感じで、でその分ねソードスキル枠潰れる分を、裏セットのコネクトでそのバースト条件満たして、で表セットに切り替えて覚醒入る、で覚醒中フルバ、打つだけじゃないですか。そうなんて言うんだろうな、覚醒中フルバ打ったらもう火力で打てるスキルってもうほぼなくなってくるっていうか、結局もう一回覚醒終わってから、まあ、打つにしてもその CT 減少の形再建コネクトとかもう一回使ってやった方がまだ火力出るよみたいな感じになってくると思うんですけど、こういうやつって水属性ついてない、こういうやつっていうかこれですね、自然属性がないんですよ、残属性だけで。これ持ってる人は大体使うと思うんですけど、こっちがね水属性上昇効果がついてて、マザロザフルバと関係ないんですよね。まあ、このね水属性効果使うんだったらこのハッピーウィンクストレアってやつより強いかもっていう人いるんですけど、そのマザロザフルバ使うなら水関係ないんですよね。まあ
もしかしたらそのギルランで水属性使うとかそういうことになったら、まあ、違うかもしれないけど、なんかめんどいといえばめんどいって感じではありますよね。まあ、めんどいことをしてでも火力出すのが、まあ、ギルランではあるんですけど、まあ、めんどいっちゃめんどい。まあ、マザロザフルバ環境が終わったらこの水属性強化効果が、まあ、どうなるかっていう話になると思うんですけど、まあ、これ今のところはちょっと、まあ、気にするほどの効果じゃないのかなとは思いますね。ただ、まあ、水属性の、形直径フルバーストをたまたま持ってて、でマザロザフルバ持ってなくて、例えばカオス215のカオスゼーファンとかやるんだったら、まあ、これはすごくいいなって思うし、まあ、水属性の直剣モッド持ってるとかなら、まあ、そういうのいいと思うし、あとはこういうプレゼンターアリスってやつですね。冬アリスとかクリスマスアリスとか言われてるやつかな。これが、まあ、道中のモブ狩りで使う人もいて、ちょっと攻撃モーションが狩りにくいやつなんですけど、あのスイッチゲージがめっちゃ溜まる上に全体攻撃なんで、これを道中で使う人は、まあ、狩りやすいのかなとは思いますね。で本題の、まあ、このキリとあのバイタルアセンション、これが強いのかどうかっていう話なんですけど、まあ結論としては、まあ、強いっちゃ強いんだけど、ちょっとどれくらい強いかっていうのはあのさっきのストレアとの比較でちょっと見ていこうかと思います。これがとあるプレイヤーが検証してくれた、ものの画像なんですけど、上が、このライトマジック新規で出たキリトの、やつなんで編成で、まあ、この、編成のこの右隣の写真がそれで、まあ、撃った時の、ダメージ、これが、まあ、93万くらいだったということで、で下は、まあ、なんでこんな編成になってるかというと、ライトマジックに、まあ、攻撃力 15% ぐらい、まあ、上がったものがストレアと同じ性能ということで、まあ、疑似的に再現したものなんですけど、ただこれちょっと注意したいのが、この編成ってキリトが入ってないと思うんですよ。でキリト入ってないとどうなるかっていうと、このお茶会アリスってキリト1枚条件で攻撃力500伸びるじゃないですか。まあ、だからキリト入れてない状態なんですけど、この時のダメージが、まあ、93万ということで、まあキリト入れてやってみたら、まあ、4万くらいダメージが違ったそうなんですけど、まあ、さっきのなんていうの、ライトマジックに攻撃力 15% つけたっていうのをもうちょっと細かくっていうか、まあ、さっき説明した通りなんですけど、こっちのハッピーウィンクストレアが防御上昇バフ効果中攻撃力が 15% 上昇と。でこっち、なんて言うんだろうな、これライトマジックだけついてるじゃないですか。ここにこれを入れることで攻撃力が、まあ、13% って書いてあるんですけど、だいたい 15% くらいじゃないですか。まあ、これで、まあ、疑似的に再現して、まあ、検証できるということで、まあ、簡易的に、まあ、大雑把に検証したような感じなんですよ。まあ、これキングオブダガーって書いてあるんですけど、片手直剣編成なんで、まあ、この効果は発動しないと。まあ、そういう感じで、まあ、検証しやすいのでちょっとこれでやってみたんですよね。まあ、防御上昇のバフ効果中っていう条件はあるんですけど、結局、まあ、どれくらい伸びたかっていうのが分かればいいんで、まあ、攻撃力 15% だけ、まあ、付加してちょっと調べたという感じですね。で、まあこっちもしキリト入れたらどうなるかっていうので、まあ、4万くらい違ったっていう話だったんですけど、マザロザのフルバーストで、試してみた場合は、まあ、30万くらい違ったそうですね。でもし、例えばフルバーストアビリティ1枚入れたら、まあ、覚醒中にだ3回ぐらい打つことになると思うんですけど、3回打ったら、まあ、1回につき30万の差が生まれると、まあ、30、30、30で、まあ、90万くらいの差になると、まあ、あんまり、まあ、変わってないといえば変わってないんですけど、まあ、こちらのバイタルアセンションよりかは、まあ、ストレアの、まあ、攻撃力 15% の方が、まあ、生きてくる、強いというか強くなってくるということになりますね。まあ、昔その雨サチ、雨に濡れてるサチのやつ、バイタルアセンションと、心眼とついてた頃は、
まあ、結局そなんて言うんだろうな、シロクマシリカ使うよりかは、まあ、アメサチの方が強いこともあったって言うんですけど、多分その時代って、まあ、心眼がついてたんでアメサチに、だ多分クリティカル出る頃だったんじゃないかなと思うんですよね、まあ、モッド環境とか、まあ、そのあたりだったと思うんですけど、今の環境ってボスにクリティカル耐性がついてて、ちょっとあのクリティカルとか出さないことが、まあ、ほとんどになってきたと思うので、まあ、結果としてはこの、まあ、バイタルアセンションよりかはストレアのやつですね、攻撃力上昇の方が攻撃パーセントの方が強いっていうことで、やっぱり固定値は、まあ、あまり強くはないんだけど、まあ、この動画では言わないんですけど、実はこのバイタルアセンションの方がいい場面っていうのは存在します。ただこの動画では言いません。自分でそこは考えてください。別に、普段の集会に関しては、この結果通りで大丈夫なんで、まあ、そこは、自分で考えてください。まあ、とにかく、今回言いたかったのは、まあ、結局のところ、バイタルアセンションより、防御固定値ですね。防御固定値より攻撃 15% のがまだ強いよって話ですね。まあ、前回言ったように、固定値っていうのはあまり強くなくて、まあ、ストレアのライトマジックとさらに攻撃パーセントのついたやつのがまだ強いんですけど、まあ、この水溜めでどう変わるかっていうのも、まあ、場合によってはね、今後出るスキルによっては何か変わるかもしれないし、まあ、これ自体が弱いわけではないんですよ。まあ、普通のライトマジックよりかは強いんで、全然ライトマジック持ってない人は全然引く価値があるし、すごくいいスキルであることには変わりないんで、これライトマジック持ってなくて片手直剣使いたいなっていう人はね、全然引いていいとは思います。全然狙っていいスキルだとは思います。まあ、あとはなんだろう、これキリトだからキリト条件を満たせるんですよね。キリト3枚とかキリト4枚条件のやつとかあったら、やっぱアビワークも少しキリト入れたいなっていうことがあると思うんで、まあ、キリトのスキルっていう点で、まあ、すごくいいなっていうのもあるし、まあ、あとは例えばそのキリト条件って言えば、まあ、タンクとかサポート系でもちょっと、まあ、効いてくることがあって、片手コンのコネクトスキルで、まあ、こういうのがあるんですけど、コネクトチェーン効果が、まあ、キリト2枚とかになってるんですよね。まあ、こういう時ってなんかそのキリトのサポート系のスキルってあまりないんで、まあ、このなんかさっき そのライトマジックバイタルアセンションっていうのが、まあ、そのどっちかっていうと耐久もできるような効果なんですよね。だからそれこういうの入れつつキリト条件を満たしたりとか、片手直剣の火力用の、まあ、効果のキリト条件を満たしたりっていうのもできるんで、まあ、キリトのスキルであるっていうのもまた一つの利点なのかなとも思います。ただ、まあ、火力で言うとやっぱりストレアの方が今のところいいのかなとは思います。まあでもやっぱそのストレアのスキルって一応もうそのなんていうの、ストレアバースデーで出た時に引かないともう入手困難じゃないですか。でまあこっち使ってもそんな変わんないっていうんだったら別にこっち引いていいと思うんで、で今ピックアップで出てるんで、まあ別にこれ全然引いていいなって思うんで、まあ本当にわずかな差っていうか、まあ計算してみてもね、わずかな差っていうのもわかると思うんで、まあこれね全然ね引いていいなとは思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。